ギアリーの待ち伏せは、アメリカ独立戦争のニューヨーク・ニュージャージー、方面作戦中に行われた、小戦闘である。1776年12月14日に、ニュージャージー州、ハンタードン軍、イーストアムウェル軍区リンゴーズ近くで起きた。イギリス軍隆起兵中隊の指揮官、フランシスギアリー将尉が、地元民兵隊の仕掛けた待ち伏せで撃たれた。 イギリス軍はニューヨーク・ニュージャージ方面作戦の前半でニューヨーク市を占領した後、ニュージャージー中央部全体に前進基地を築いた。海軍提督、フランシス・ギアリーの息子で同盟のフランシス・ギアリーがペニントンにあった基地からの作戦行動中に待ち伏せに、会って殺された。その意外は、イギリス軍が取り戻すことのないよう一旦隠され、後に浅い墓に埋葬された。 19世紀に地元歴史家がその墓の場所を確認することとなり、その場所とイングランドに歴史標識を立てた。ギアリーを失ったことは、イギリス軍の偵察範囲を減らすことになった多くの軍事行動の一つであり、ジョージ・ワシントンがデラウェア川を溶かしトレントンの戦いで成功する要因にもなった。1776年秋、イギリス軍総司令官、ウィリアム・ハウ将軍が、 ジョージ・ワシントンの大陸軍をニューヨーク市から追い出すことに成功した後、ワシントン軍はチャールズ・コーンウォリス将軍の追撃を逃れ、ニュージャージーに撤退した。12月初旬にはデラウェア側を渡ってデラウェアに撤退し、イギリス軍はニュージャージーで東北宿営地の設定をはじめ、パース・アンボイからボーデンタウンまで全身基地の連なりを構築した。 イギリス軍とその同盟ヘッセンカッセル軍は定期的に偵察隊や両職調発部隊を派遣していた。これらの部隊は地元愛国者民兵隊からの攻撃に対しては脆弱だった。トレントン基地周辺の地域はヨハンラールの指揮で主にヘッセンカッセルの兵が駐屯しており特に民兵の襲撃を受けやすかった。イギリス軍第16軽装隆起兵隊の 文献隊がトレントンから遠くないペニントンに駐屯していた。トレントンの北にあるハンタードン軍は12月初旬に少女や妊婦の強姦についての訴えなど、イギリス兵やドイツ兵による残虐行為が報告された場所であり、これら報告がトレントン北での愛国者民兵の活動を増加させることになった。フランシスギアリー将尉は フランシス・ギアリー提徳とメアリー・バーソロミューの長男で、アリアと次だった。1752年に生まれ、サリーで育ち、オックスフォードのベディウォール・カレッジで学んだ。1773年に、第16隆気兵隊の将尉を購入し、1776年には、北、アメリカに派遣され、9月末に、ニューヨーク市に到着していた。10月11月、ギアリーの部隊は主に、 ニュージャージー北部での挑発を担当し、ほとんど組織化された抵抗にあっていなかったが、12月1日にペニントンで宿営するよう命じられた。12月14日、第16竜気兵隊のギアリート7名の隊員が、北方への偵察任務を与えられた。この小戦闘について、最も詳細な資料は、愛国者民兵隊の指揮官、ジョン・シェンク隊のいとこである同盟のジョン・シェンクの、 軍人恩給申請書に添付された先制供述書であるイギリス兵による詳細な証言は存在していない。シェンクの証言に従えばギアリーの部隊は軍隊のために塩漬け牛肉と豚肉を挑発することができるかを確認するためにアムウェルを抜けてフレミントンに馬で向かった。この情報が前日に伝わりジョン・シェンクがそれを知ると 翌朝数名の民兵を集めて出発し、フレミントンの南約5マイルの森で待ち伏せを仕掛けた。ギアリーの部隊が通った時、民兵隊がマスケット銃の一斉射撃を行い、ギアリーを殺した。この戦闘には参加していなかったイギリス軍士官のより、簡潔な報告書では、ギアリーは威嚇射撃で警告されたが、一斉射撃から逃れることができなかったとしている。 竜気兵隊も反撃したが、民兵隊の継続的な発砲によって撃退された。民兵たちは、ギアリーの制服の打ちけみや、ギアリーの名前が刻まれた帽子の銀板など一部を着服した。その後物資を得るために派遣されたイギリス兵が、地元、民兵たちは意外を隠しており、翌日には浅い墓に埋葬した。イギリス軍のジョン・バーゴイン将軍は、 第16隆起兵隊長の大佐として、ギアリー帝徳に次のように書き送っていた。あなた自身に関わるアメリカからの知らせをお伝えする今ほど痛切な痛みを感じたことはこれまでなかった。私の権限があまりにできすぎていることを恐れる。あなたのご子息は軍人としての運命に遭遇された。災難を経験し、心の金銭に触れるものを諦めるために、 それを表現するとして、最良の態度を持ってしてもあなたを慰めたり、忠告したりはできないだろう。時間と、階層だけがあなたを救える。それゆえに、舞台の涙に付け加えたい。かけがえのない両親の息子に対する私の個人的な、悲嘆と、私が抱く、尊敬の念を受け合うことが、彼の記憶に加えられる。バーゴインからフランシスギアリー提督に、 1777年2月26日、この待ち伏せと類似した民兵による攻撃によってトレントンから約4マイルの範囲を超えて動くことは危険になったのでイギリス軍はその偵察範囲を狭めることになった。このことはワシントンがデラウェア川を渡る前に川沿いに船を集め始め、ギアリーの部隊は川戸とかの出発地となったマルタ島からは わずか5マイルのところに駐屯していた。ハンティンドン軍の伝承では、ギアリーの持ち物がイギリス軍に発見されないよう隠されたとされている。上着は屋根裏部屋の床にあった小麦の山の下に隠され、長靴はオーブンの中に隠された。ギアリーの制服の赤い縁取りは剥がされ、糸は様々な装飾に使われ、剣は溶かされてスプーンに変えられ、硬い革の帽子は、 農夫が馬の餌箱からオート麦を救うために使われた。ハンタードン軍住民の多くはギアリーがそこに埋められていることを知らず、イギリス軍がその遺骸を回収したことになっていた。1891年、ハンタードン軍歴史協会がその遺体が埋められていると疑いのあった場所から一つの遺骸を発掘した。その墓から出てきたのは一体の骸骨と QLD と記された銀ボタンであり、 それは、琉球兵隊を意味していた。ギアリーの家族が1907年にその場所に墓標を置いた。イングランドのサリー州、グレートブッカムのセントニコラス教会には、フランシスギアリー少尉と事件を説明する、浅浮き彫り名番がある。ありがとうございます。